唾の対処法どうしてますか？Hello everyone, MC ズーナです。このチャンネルではビートボックスに関するあらゆる疑問質問に一日一つお答えしております。ということで今日も質問にお答えしていきましょう。ツイッターの DM ありがとうございます。どうもこんにちは、いつも動画を見ているものです。ありがとうございます。ズナさんはビートボックスをしている時に出てくる唾はどのように対処していますか？はい、ということで質問いただきました。ありがとうございます。これビートボックスやってる人だったらね、みんな悩むところだと思います。僕はツイッター上でこのように回答させていただきました。口の中に溜める、まあ、とはいえそこまで大量には出ないですね。慣れの問題かもしれないですが、演奏中に外に出したり飲んだりすることは難しいです多分という感じで、書かせていただきました。これはねすごくね難しい問題ですよね。ビートボックスってまあ見ての通りですごく口元を使う、舌もね使うので、まあ唾出てくるんですよ。うん、出てくるんですね。でその時の対処法は奥の方に溜める、うん、のもそうなんですけど、これね例えばアカペラとかで3分5分とか長めのね、ボイパをしなきゃいけない時はもう腸を隙間を狙って飲み込んだりします。あとはこれマイマイクだったらの話だけど、まあこれでもねあるあるなのかと思うんですけど、少量の唾であれば気にせずに出しちゃいます。演奏中にマイクに向かってべちゃってわけじゃない、だから少量だからね。これ大量だったらやばいよギコカってなっちゃうけど、少量なんでパッっていう感じで出します、出しちゃいます。うん、それもあったりします。でもまあそんなにやっぱ慣れてくればそんなに唾が出ることはないですね。逆にもこうやって喋ってる方が唾出たりします。はい、っていうところですかね。なので、やっぱ口の中に溜めるとか、あとは、曲中のちょっとね少し一瞬間が起きるところで飲んでみるとか、そういうことをやったりします。唾の話をするとこういう喋ってる時でもなんかすごく唾が出てくる気がするそんな感じでございます。はい、なんで唾に関してはまああるあるの問題ですけど、まあやっぱ大きいところで言うと慣れなのかなと思いますので、自分なりの解決法を導き出していただければなと思います。僕は、外に出したり飲んだりすることはなかなかないですかね。はい、まあその少量であればちょっとね汚いですけどね、マイクに向かってペッとちょいっとちょいっとすることはありますけれども、まあそんな感じでございます。はい、ありがとうございます。今日のね動画はこんな感じでサクッといきました。はい、唾の対処法についてお話をさせていただきました。今後も DM、Twitter の DM もしくは YouTube 上でのコメントにて、質問募集しております。どしどし、質問していただければと思います。Twitter の DM でいただいた質問に関しましては、直接ご返信することはございません。僕のツイート上でその質問の画像をキャプチャーさせていただき回答をさせていただいております。あと僕の、LINE アット、公式の LINE アットにご登録いただきまして、そのトーク上で、バスドラムだったりインワードリップベース、ボーだったりね、クリックロールだったり、トークにポンとな技の名を入れていただくと自動返信で、その技のワンポイントレッスンと、僕が出している動画の URL アドレスが出てくるようになってます。そのようなビートボックス辞書機能ついていますので、それでも動画説明欄にね、LINE アットの、URL 載っておりますので、ぜひ、友達登録お願いします。もう少しで3000人を突破するところなので、3000人突破したらちょっとまたねなんかやろうかなと思ってますので、ぜひぜひご登録お願いいたします。さあということで本日も MC ズナビートボックスラボを、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。ではバイバイ。